じさんじゃねえって言ってんだろ。何の用だ。それでも文句があるってんなら、お友達をここに連れてこい。わかったか、草薙。タレオのやつ、遅いな。なんか、あったのかな。下がれ、少年たち。広がり、ガロー。今日はお前が俺たちに狩られる番だ。周りにバカにされたり命令されるのが嫌だったらな、強くなりゃいいんだよ。大丈夫おじさん。気にするな。それよりお前はもう帰れ。なんで。必要になったんだよ。まあいいけど。はい。計8人。普通に考えりゃ楽勝だが、こっちは満身創痍。頼む、小屋は撃たないでくれ。犯行動機や仲間の有無など絞り上げて吐かせてやる。まずはてめえ。空中で容赦はしない。シューターとガンガンから一方的に撃たれる。ケツ持ちはデスガトリングか。その傷に毒や。いつまで体が持つか。こんなはずじゃなかった。その言葉に違和感があるのは俺だけかな。 S 級はどうした。 S 級は同じヒーローなのにこの差は何だ。子供が聞いたらがっかりだな。呼吸がしにくい。調子づいている怪人どもも俺たちの力でねじ伏せてやる。一段ずつ踏みしめて上がっていってやる。昨日のジャスティスマン見た。ついに出たな新技、ジャスティスファイヤーキック。かっこよかったよな。なんでお前カニマジン応援してんの。だってカニマジンは綺麗な海を守りたかっただけなんだよ。今だ、足首釣り。タイミングを見切られた。でも真正面がガラ空きだ。デスガトリング、このまま全滅したら笑えない。スティング、差しで勝負しろ。俺がやる。今の画廊に俺の連射はかわせない。終わった。挫折してる暇があるなら前に進んだ方がいいぜ。ドリルスティンガー。小屋の中にガキがいる。そこから撃てば巻き添えになるぞ。死ね、デスシャワー。バカみてえに撃ちまくりやがって。構えても無駄だ。銃火器じゃ俺は倒せねえことが証明できた。それ以外が二軍だとでも言いたいのか。確かに S 級はすごい。俺たちの存在価値を示すために。いけるいける、キングの HP あと1ミリしかないぞ。 KO。 どう？ゲームってストレスたまるんだな。いつか勝てばスカッとするよ。そういえばジェノス氏は。ああ、昨日から帰ってないな。え、大丈夫なの。S 級が来てくれたのか、よかった。諦めろ、俺から逃げられるわけがない。俺が小物だ。今だ、ヒーロー狩りを援護しろ。うそ。そして今日の俺は昨日より強い。バ
化け物どもは任せろ、バング。お前は牙狼を。サンキュー、お兄ちゃん。なんちる姿をしとるんじゃ、お主は。終わらせてやる。かかってきな。あんた強いのか。この失礼なガキは。流水岩再建。これは勝負あった。なんだこんな、まだあいつを使えばまだなんとかなる。焦ねえよ。ガロを生け捕りのために戦力を投入したが、鬼サイボーグ、無理じゃん。ジャスティスワンキック。あ、危ないよ。お前が怪人な、今から。そう、タッちゃんだ。それはヒーローごっこで怒ったと聞いたが本当なのか。ヒーロー役がタッちゃんなのが気に入らなかったのか。いや、そんな話じゃない。ジャスティスマンクロスチョップ。なんで避けてんのお前。もう僕は怪人役なんてやりたくないんだ。勝負に僕が勝ったらもう僕に関わらないと約束しろ。お前は悪いことをしたんだ。みんなに謝りなさい。弱者の一撃を食らわせてやりたい。善悪の立場を。全焼却砲ムカデチョー。いかん、彼らを。てめえら横入りして何のつもりだ。いいからここはムカデ長老に任せておけ。俺の獲物だ。こらこら、暴れるな。くそが、おろせ。お前も身をもって実感しただろう。戦いには相性というものがある。ムカデ長老はブラステへの復讐のために怪人協会と結びつくことにしたという。終わりじゃ。マジかよ。脱皮しよったぞこいつ。ジェノス君、それは賛成できん。勝ち目がないと分かってて無茶するもんじゃない。いいわけがない。この戦いは避けては通れない。それが無茶だというなら。どうした、ずいぶんとおとなしくなったじゃないか、あのヒーロー狩りが。今のお前にムカデ長老や怪人協会幹部に逆らう力はない。バング、まずいぜ。このままじゃ市街地に出ちまう。町で犠牲者が出るぞ。おい怪獣、お目当てのブラストを連れてきたぞ。この声はキング。おい、クソ漏らすなら家でしてくれよ。お前みたいな虫けらは。ただ一言、分かったと。魂？ジェノスか。やっぱりここにいたか。来てよかったね。ありがとうございます。ああ、ダメだよ。